MVP オッズ1.01倍。大谷だって、あれですもんね。完封してホームラン2本打ったみたいな。<laughs> 漫画でそのキャラ出てきたら面白くないよね。<laughs> てか、う野球ってすごいよね。ダブルヘッダーあるんだもんね。ダブルヘッダーか。完封した試合と打者で出てホームラン2本か。ダブルヘッダーってって思うよね。それ笑ったな。 でもあれだよね、もうアメリカやっぱさ、エンタメビジネスの国でもあるじゃん。ってかエンタメビジネスの国だから、野球効率良すぎるよね。同じチームが1日2試合できんだよ。サッカーなんて2日おきにやったらさ、過酷すぎる言われるじゃん。実際にお腹出てる人やれる競技だからさ。野球がすごくないって意味じゃないですか。野球っていうスポーツの運動量、継続的な運動量の少なさ。 とエンタメ性の高さですそれでも見れる楽しいっていう。それでいうと、それは儲かるよね、野球ね。大谷君の憧れを捨てて。あれね、本田圭佑も昔言ってましたよね。あの、コンちゃんがね、なんかすごい選手ばっかだみたい言ったら、そういう気持ちでいられたら困るんですみたいなね。大谷の憧れるのはやめましょう。相手の選手は野球をやってると一度は聞いたことあるメンバーばかりでも憧れてたら超えられないんで、僕らは超えるためにトップの頭に来たんで、今日1位だけは勝つことだけ考えましょう。最高ってエンジンや、分かったレート。で、あと話し方がいいよね。 本当はなんか、スカッとさ、スカッと、自信はあるったりこぶしてんだけど、それがいやらしくないみたいなバランスがなんか絶妙な話し方だったよね。そう。うん。なんか本当は、そういう星に生まれてる人なんだなって思うようなね。ダルビッシュも栗ん監督そんなそだ、漫画、漫画以上に漫画って言われてましたよね、ツイッターで。<laughs> メジャー行きを希望する、ね、高校生自分と入れて二刀流させてみたいな。 メジャー旅立って大物になって再開して世界取るっていうねそのまんまもう漫画だとできすぎになっちゃうようなみたいなあ,あそれで最後トラウトだからねね大谷だとなんかグローブ投げ捨ててんのもいいもんね別にあれ <laughs> やりたくなっちゃうわ、ね、あれあれ優子は真似しないでねが欲しいやつだけどねその具体的などういう細かい戦略立てたかっていうのまでは 当然野球の方は分かんないですけど、思ったのはやっぱり、いい選手をしっかりたくさん、あの、活躍できる場に送り込んでるっていう、シンプルだって初日に大谷使って、最後の、ここ、もう絶対ここ大谷でしょってところで大谷出してるじゃん。みんなが見たいものをしっかり見たいタイミングで使ってるっていう。で、それで理にかなった采配してるから。それ、それだけでいいんだよ。だってあれさ、 見ながらさ、三ヤさんと話したんだけど、これ、大谷最悪打たれてもこれいいっすもんねって言って、そうなんすよみたいな。結局、だってあそこでみんなが見たいのってダルビッシュからの大谷じゃん。で、あれまたさ、もう日本のさ、野球文化がすごいのかもしれないけどさ、あのダルビッシュなめの大谷最高じゃない なんか時代の移り変わりとさ、あそこでこう、ダルビッシュにさ、晴れ舞台があって、こっから次大谷に出てくみたいな、あの、ダルビッシュが投げてるところで、ブルペンも行く大谷みたいなさ。それで、どうかこれで大谷がもし打たれたとしても、いや、これ以上の采配なかったよって言えるし、で、絶対抑えるし。<laughs> だって俺、野球ほとんど分かんないさ、僕、野球語るっていうより僕、僕、落合博満が好きなだけですから、その僕が見てて、もう大谷だけ、 あの空気の上ボール滑ってくみたいなさ、ストレートとスライダーじゃん。ビャーンみたいなさ。他の選手はこうだけどさ、俺のこうコートさこうじゃん、なんか。そうだ、絶対抑えんだろうな、みたいな。で、またさ、あの、あれ、あそこもすごいんだよね、あの、中井くんのさ、ピッチレポート、何言ったら振りーくかっていうようなピッチレポートしてくれるじゃん。ピッチレポートって言わないか。 その今このタイミングでこれ言ったら視聴者の人が、あ、そう、泥だらけのやつ。リリーフで、そのクローザーで出てくる選手のユニフォームが汚れてるんですね、みたいな。いや、さすがだね。やっぱ中居くんすごいなってあれ思いますよね。あれだけでわーってなるもんね。あの、大谷翔平の、なんかリフティングの動画が上がってきて、リフティングめっちゃ上手かったっすね。それもできるんか、みたいな。ね、大谷翔平がサッカーやってたらね、 日本代表のワントップとかにそうっすよね、大谷翔平。大谷翔平日本代表で使うんだったら、ね、まあまあ、やってることはね、週、なんか1ヶ月に1回キーパーで出て、ね、全8節あったら1回か2回キーパーで出て、残りをストライカーで出るみたいなことですからね。そう、だからハーランドみたいになってると思うよ。足めっちゃ速いじゃん。で、パワーすごいじゃん。瞬発力あるじゃん。で、テクニック高いじゃん。んハーランドみたいになってると思うんですね。 大谷翔平の操作ってサッカー選手で例えるとどのレベルなんですか僕は真面目なベイルかなと思ってますけどね。基本的にね、人間自体がガチャの要素強いじゃん。フィジカルガチャとさ、あの、頭脳ガチャがあってさ、知性ガチャみたいながあってさ、両方高いと一郎とか大谷みたいなのが生まれるみたいな。サッカーでいうメッシュとかデブラないみたいな。 全然関係ないけど、大谷翔平がこの前、ベイブルース以来の二桁勝利、二桁ホームラン達成した時のコメントが、単純に二つやろうとした人がいないだけでもしかしたら普通の数字かもしれないって言ってて、このメンタルやばすぎてのが、あ、かっこいいね。すごいかっこいいですね。今日あれだったんですよ。あの、金子達人さんっていう、うね、僕が EI スパニアとか見出した倉敷さんとね、コンビ組んで解説されてた方と、あのゲーテの、これの、ゲーテの企画で対談してきたんですよ。これ、帰りもらったんですけど。 日本人でドリブラーってどうやって作るんでしょうねみたいな話で。日本のドリブラーって、伊藤はわかんないけど、三笘とか久保ってリズムでやるじゃないですか。ヨーロッパとか南米のドリブラーの、ウィンガーのドリブル突破する選手の作り方と、日本のドリブル突破する選手の作り方ってちょっと違うっていう。日本の場合、どうやってどういう体の向きでどっちフェイントかけたら抜けるとか、そういうリズメでドリブルもしなきゃいけない。 多分ストライカーもリズメで作んなきゃいけないですよね。どういう足の置き方でどうやったらゴール決まるみたいな。だから、中島翔也とか海外っぽいウィングですよね。やっぱ三笘とか久保とか、相手の逆を読める能力と、逆見てそっちにボール動かせる能力と、あとは、勤勉にフィジカルを鍛えられるメンタルの強さっていう。ルフィみたいなやつウィング見て。うん。でそういう人ってなかなかいないし、そういう人って、あの、 プロになりにくいのあんのかなと。そういう人ってやっぱ自分に矢印向けにくいから、フィジカル的に圧倒してないと上行けないっていう。でも、日本でフィジカル的に圧倒して上行ってる人が、世界に出れるかっていうとそこで圧倒できないから、やっぱり、本質的にこう自分に矢印向けれるっていうか、リズムで努力できる人になるんだよ。ヨーロッパとか南米とかで活躍するドリブラーみたいな選手は、ノリでやっててもその地のフィジカルが違うから、そのまんま行けたりすんじゃん。同じ人とかもそうだろうけどね。うん。 だけど、日本人の場合、ジノフィジカル強くて、日本でトップ取ったとしても、世界行ったとき絶対止まるから、そこで。ダルビッシュみたいな人とか、大谷翔平みたいな人、出てこないでしょ。ってなってくると、じゃあ、世界に行ったとしても通用するドリブラーになるには、やっぱりそこにリズム力とフィジカル鍛えられる能力が必要だから。だから、やっぱり日本と海外で、ドリブラーの作り方、ウィンガーの作り方は違うんだなってその対談で思いました。何年契約43億円なの 落合さんの YouTube で清原来た時に松井落合清原のクリーンアップ考えずってのを聞いてびっくりしました1年43億やば1年43億なんて俺とうち一緒じゃん <laughs> 1年で43億円もらえる大谷翔平と1年で43億円もらえたら嬉しいレオザフットボールで一緒じゃん 税込みで20億。じゃあ、アメリカ政府も嬉しいね。税金いっぱい払ってくれて。日本作家界の大谷将棋的な存在出てくると思いますから、二刀流とかであらくすごい選手って意てででも、久保とかは、久保、三笘、富安、田中王とかいや、まあ、大谷が凄す,すぎるからね。メジャーであんなピッチャーやりながらあんなホームラン打てるっていうのは、それこそ、ね、ハーランドとかエンバペみたいな扱いじゃん。 レベルのねでも、そうなるとさ、バスケとか野球とか行っちゃうところの人をこっちに来させなきゃいけないから、やっぱ競技として人気にならなきゃいけないですよね。でも、その施策を日本サッカー協会は打つ気ないから、まあ、可能性は低くなりますよね。大谷翔平に一言言うとすればなんと言いうすか大谷翔平に言うことは別にないですけど、すごいなしか、ベイルが野球やってるみたいな、ムロク伏が野球やってるみたいな。 ああいうね、本当にあの、外国人と並べても、大谷の方がすごいみたいな。ああいう逸材が、サッカーに来るようになったらすごいな、みたいな。ああいう選手がワントップにいる日本代表とか見たいですけどね。大谷翔平がサッカー選手になったらどんなプレイヤーになると思うますかおルカクじゃないですか。だって身長体重一緒なんでしょそう。確か大谷も子供の頃薄めた牛乳飲んでたんじゃなかったかな。うん。確かね。うん。 であとは、ね、めっちゃ走って守備もしっかりして、ね、周りに貢献していると思ったら大事な試合でマルシャルにスターメン奪われてた気がするな、うん、あとあんなにこいこい言われて行ったインテルでちょっと守備サボっただけで監督にコンテに殺すぞって言われてたのも確か大谷君だった気がするけどね。 you sure.